人お疲れ様でございました。さんさん、ゆるりとお休みくださいまし。今こそタマモルームの出番というもの。戦闘のお疲れニコッとすっきりさせてしまいましょう。いいえ、特別なこと何人も、ただここにいるだけでのんびりこうして語らうだけで自然と心身が回復します。そういう風にできていますので。セイバーさんですか。それなりの強敵ではあるかと。聖杯戦争でもかなりの成績を残した方ですし。ですがまあ、それが何かというお話です。私にはレガリアがあり、輝くばかりの池田くださいます。であれば、ええ、身構える必要もないでしょう。もちろん油断はしませんが、かといって大げさに取り沙汰いたしません。反逆者に恩情をかけろと。ご主人様、そこにお座りくださいませ。まさかこのタマモに不満があると。まあ、さすがはご主人様、大逆とて許してしまう寛容さですが、それはそれで憎らしゅうございます。いえ、ご主人様ではなく、そう思われる相手の方が。ですので、どちらにしても逆効果。恩情などかけようものなら、私へそを曲げて何をするか分かりませんわ。今日の献立はですね、ホクホクバレッショの肉じゃが、朝産みたての卵を使っただし巻き卵、セラフの海で釣り上げたブリの照り焼き、千年峡の西の畑でトレトレのお野菜で作った人参と大根のお味噌汁、ほうれん草のおひたし、そして白いご飯。ささやかではありますが、丹精込めたタマモ愛妻料理でございました。お味はいかがでしたか、ご主人様。どうかなさいましたか、ご主人様。うなずくや否や押し黙ってしまって。ご心配は無用です。明日も明後日もその次の日も腕によりをかけてお料理いたしますから、お好きなものがありましたら何でも言ってくださいましね。教本片手に作ってみせますとも。なんと、カレーがお好みでしたか。それならそう言ってくださればよかったのに。それはなぜかと問われれば、何しろ私、あれなら得意中の得意なのです。いいえ、ベニエンマちゃんがですね、まずは一番簡単なものから入りなさいと、理想のカレーを作るまでそれはもう河原で血のにじむような特訓をいたしまして、今では108のスパイスを調合するまでに。いずれインドに禁じの領域がセラフに出現した暁には、カルダモン、ターメリック、クミン、ガラムマサラさんも香辛料を揃えに揃えてお料理いたしますね。楽しみです、本当に。ああ、すみません、話してばかりでは気が休まりませんよね。ではご主人様、ちょっと失礼して。膝枕などお一ついかがですか。